はい、皆様こんにちは。今日紹介するのはこちら。はい、こちらなんですけれども、電子レンジ調理器ですね。即席専用っていう形で、即席ラーメンがレンジで簡単ですね。鍋いらず、丼いらず、手間いらず、鍋も丼も使わないということですね。で、一応1人前、見本製になってますね。安定のメイドインジャパンです。で、作り方なんですが、1、即席麺に指示してある容量の水、またはお湯を容器に入れてください。もしお湯を使う場合は、90度以上ご使用くださいとなってますね。2、即席麺を入れてください。野菜を入れる場合は、細かく切って即席麺より先に入れてくださいとなってますね。3、容器に蓋をして電子レンジで加熱します。赤字でですね、蓋と容器の間には蒸気を逃がす隙間があります。で、下の方に、牡蠣の加熱時間の目安をご覧くださいとなってますね。はい、裏面こちらですね。お湯を入れた場合、90度以上のお湯をご使用ください。600ワット、500ワットと、それで、茹でる時間が変わってますね。はい。500ワットの場合は、プラス30秒。続いて、右の方に行きますと、水を入れた場合とありますね。600ワット、500ワット。プラス3分、プラス4分。はい、4番。電子レンジから取り出し、即席麺に付属のスープを加え、混ぜ合わせて出来上がりです。非常に簡単ですね。で、今回ですね、こちらで、調理しようと思います。インスタントラーメンですね。僕の大好きな、こちら、ハウス食品さんのうまかっちゃんですね。はい、こちらを今回こちら、ラーメンの電子レンジ調理器ですね。即席専用、こちらで作ってみたいと思います。すごく楽しみですね。はい、じゃあですね、早速ですね、作ってきます。今ね、温めの方ですね、やってる最中なんですけれども、このラーメン、うまかっちゃんの場合、3分ですね。3分で、私はもう水から作ってますんで、600ワット。で、即席袋麺の表示、3分の、加熱時間のプラス3分。合計6分でやってます。まあちょっとね、僕もこれ初めてなんで、まあ非常にちょっと楽しみですね。で、もう本当大好きなんですよ。このうまかっちゃんですね。ちなみにこのうまかっちゃんは西日本限定の、インスタントラーメンになってますんで、関東の方はもうちょっと一遍お取り寄せしてぜひ食べてもらいたいですね。はい、美味しいんですよ、このハウスのうまかっちゃん。で、ちなみにこのハウスのうまかっちゃん、なんか鍋の素っていうのもあるみたいなんで、今度それを食べてみようかなと思います。あとチャーハンの素、はい、他になんかバリエーションがあるみたいで、ハウスさんがそこからまたうまかっちゃんの、鍋バージョン、鍋の素と、チャーハンの素を出してるみたいなんで、それはなんかすごくレビュー見てて美味しいっていう方多いみたいなんで、ぜひですねおすすめしたいと思います。あ、出来上がりましたね。じゃあ早速ですね、取りに行ってきます。はい、初即席ですね。電子レンジでラーメン、楽しみですね。早速開けてみようと思います。はい、行きますよ。よいしょ。ほほほほ、なんかまんま、なんか入れたまんまの状態ですね。こうやって見ると崩れてない。どういうこっちゃろうか。で、このままスープを入れて、でかき混ぜるというふうになってますので、ちょっとやっていきます。まずこちらスープですね。はい、分けて入れていきます。はい、で、あとは調味油ですね。お召し上がり直前に入れてくださいとなってますね。はい、これもちょっともう入れようと思います。よいしょ、ちょこちょこっと飲もうかな。はい、で、もうこれでかき混ぜて、おうおうおう、あ、できてるんじゃないですこれ。
おー、すごいすごい、非常に美味しそうですね。よしよし、うん、いいですよこれ。じゃあね、早速私いただこうと思います。じゃあいただきます。あ、できてるできてる、美味しいですよ。あ、ちゃんとできとる、すごい、さすが即席、美味しい。やっぱうまいね、うまかっちゃん、うん、うまかっちゃん美味しいわ。やっぱすごいあれですよね、便利ですよねこれ。もうそのままラーメン入れて、あの水を袋の表示で測って入れて、で水から作ったら袋表示のプラス3分とか4分ですからね、すぐできますよこれ。3分4分プラスですから、まあ3分の場合だったら6分とか、4分の場合だったら7分とかで簡単にできるっていう感じですね。うまい、うん、うまい、本当に、あー美味しい、あったまるわ。はい、全部完食しました。美味しいですね、本当に、うん、ちゃんとできてる、わあ、こりゃいいや。まあね、本当に忙しい方にもおすすめですし、あの夜食食べる方ですね、みんな寝てる中でですね、バタバタ作らずに済みますんで、本当におすすめですね。うん、だいたいこういうのね、デパートとか行ったら売ってます。で、価格はですね、僕はあの100円ぐらいで買ったんですよこれ。うん、すごく安かった、すごく安いっていうか、あのコスパがすごくいいですね。はい、手間を考えたら、うん、普通だったらね、鍋とあのお皿と両方洗わないといけないんですけれども、これだったらね、もう一セットで済みますんで本当に楽ですね。はいはい、今日はですね、こちら電子レンジ調理器でですね、ラーメンを作ってみました。はい、じゃあですね、また今後ですね、また面白いものを見つけたらどんどん紹介していこうと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた。